熊取町のですね、まあ、責任者は町長とすれば都知事が町長ですか、責任者なんですけども、これ重大な条例違反ですね、発見をいたしました。1月9日にですね、泉州南消防組合が発砲したものです。でちなみにこれ今でも残ってますよ。よう見てくださいよ、熊取町がリポストって書いてでしょ。でこれ今も残ってるんです。で、これ今のやつですね、見てください、1時14分になってるでしょ。これ今ですよ、今これまだ残ってるんですよ。これ中身ね、中身一緒です。これ問題なのはここです。藤原熊取町町長がというのはこれ問題です。もう中身一緒やからこっち映りますけども、これ、第3次派遣隊で熊取と三崎町からですね、消防の隊員の方が石川県に向かわれたと。その中 ですね、藤原熊取町長が激励に駆けつけていただきましたということになってます。これでですね、これね見てくださいよ、これ大きいしたらこうなんですよ。これね、藤原熊取町長激励ありがとうございました書いてるでしょ。これですよ。これ何も問題ないように思ってるのか知りませんけども、これそもそも泉州南消防組合もこれ違法です。で熊取町も違法です。なんでか根拠をお示しをします。でまあこれ見ていただいたら分かります、まあ、一緒のもんだからね。これ大阪市のもんです。見てもらったら分かりますように、シティ大阪になってますね。シティ大阪ね、シティ大阪、大阪市の条例です。制定は、2012年の7月になってます。で政治的中立性を確保するための組織的活動の制限に関する条例ということになってるんですけども、これはですね、タレント弁護士が、知事になった時にですね、まあ、大阪市も一緒にご内して作れというようなことですね。で職員や組合なんかが市長の選挙活動してる、議員の選挙活動してるということで、これあかんでということで、これ活動宣言というものを作りました。もちろんこれ首長行うことしダメですよと。で首長がですね、こういうような3ヶ月前からですね、選挙のね3ヶ月前から宣伝するなと。市長とか知事は宣伝できるんですよね。市の広報があったりとか大阪府代理なんかあるわけでしょ。あれで宣伝できるんだけども、その必要なことをするのはええけども、そこで選挙のですね宣伝なるのをするなということを書いてます。で、これがですねこう書いてるわけですよね。市長の候補者になろうとするようなもんはですね、政策的な主張に関する広報活動をするなということですね。で広報活動において市長等の写真、似顔絵、その他図画、都画または市民を用いることというようなことを、まあ、挨拶するなというようなことも書いたりしてますよね。でずらずら書いてます。これ大阪市やないかいというふうに思われますよね。はい、違います。これ見てください、2013年には大阪府の条例もかかってます。はい。で知事はというふうに書いてますよね。でこれもですね、大阪府知事の選挙に関するものですよね。熊取町関係ないよねというふうに思われるかも分かりません。これがないのはですね、これ維新の首長今1920ほどあるんですか、大阪府会43の中でね。ならこれが維新の首長があるとこにこの条例がないということ自体がですね、これは法の献血ではないかというふうに思われますよ。それはだって大阪府と大阪市で作ってんだから、これは維新が首長になったとこ作ったんでしょ。そうであるならば維新の首長になったところの自治体ではですね、すべからくこれを作っとかないとおかしなことになるわけですよ。ところがそれを作ってない、だからそれをこういうことやってもええんだという話にはならないんじゃないですかということです。整合性が取れないですよね。でこういうことをですね、
まあ、条例違反というか、条例違反といえば条例違反なんだけども、条例を作ってないがために条例違反になってませんよ。つまりこれ脱法行為ということになるわけです。これ脱法行為をですね、これやってもええんかということですよね。大阪選手南消防組合等ですね、これ熊取町自体がと、こういう問題が出てくるわけですよ。これについてはどのようにお考えかということです。ぜひですね、これは本当にこれはここの自治体で、例えば熊取町でですね、こういう条例がないんですよと、だからいいんですという話ではないんじゃないですかということですよ。ここについてですね、これは脱法行為というふうに私は考えますけども、これ脱法行為じゃないというふうにお考えであるならばですね、ぜひともそのお考えについて、やはりこの熊取町町長選挙の前にですね、お知らせをいただく、世間の皆さん、町民の皆さん、市民の皆さんに対してですね、そういうことではないんですと。で、ちなみにですね、大阪南消防組合はこれも消してるんですよ。で、消してるのにまだ熊取町だけは先ほどお見せしたように残してます。だからそういうふうにですね、ずぶといというのか気づかないというのか何を考えてるのかそれは分かりませんけども、これ、脱法行為ということがですね、選手南消防組合ではですね、具合が悪いというふうに分かったので、直ちに訂正をされたものをですね、脱法行為は違法行為じゃないんだということで開き直ってんのが、この維新の藤原都知事町長以下率いるですね、熊取町役場ではないかというふうに思われるのでですね、これぜひともですね、熊取町としてですね、これずっと残してますけども、1月9日に載せてるんでしょ、今1月13日ですからね、これいつまで残すつもりなんだと。脱法行為よね、脱法こそが熊取町の市長とか執行部の姿勢なんだということをやっぱりはっきりとですね、皆様にお伝えをしてですね、まあトランプみたいなもんですよね、これ選挙があろうがなかろうがですね、これはもう脱法行為で町政の運営はやっていくんだと、町議会自体がもう脱法庁としてやっていくんだ、だから都知事を官房に添えてるんだということをですね、ぜひ 副町長もですね、幹部部長なども一緒にですね、眼首を揃えて町民の皆様にですね、ご説明をなさったら、こう整合性があるよということになります。そうでないのであればですね、こういう脱法行為は慎まれたいというふうに考えております。